鎌倉八幡さんの大銀杏が倒れたらしい、私もまだどんなふうに倒れたのか、倒れた後どうなったのか、銀杏っていうのは非常に強い木ですから、昔から銀杏何本か屋敷の周りに植えておくと、火事が起こった時に銀杏からこう水を吹き出して、火をそこで止めるんだとかいうふうな伝えがあったりして、でえのきとか銀杏とかっていうのはこう気根こう垂れてきますよね、何本も。生命力の非常に強い木 ですから、800年の銀杏が倒れたっていうのは惜しいけれども、きっとまた株さえ残っておればそこから芽を吹き出すだろうと思っているんですけど、明日が実朝の歌をあそこで読んで、そして歌を奉納なすった方たちのその献上のお祭りをする日なんです。去年はやはり行って頼朝実朝の歌の話をしたんですが、今年は別の方に話していただくようにご推薦をしておいたんです。本当は明日ちょっと行ってみたいのですけど、宮司さんから銀杏の歌を読んでくださいって言われて、なんかあんまり寂しいからきっと銀杏に傷む歌でも書いてあそこへ立てくでも立っておかれるのかなと思って、まあ、そのためにはちょっと見に行かなきゃ、多分もう彦映えがきっと元から生えてたわけでしょうし、その株からまた芽をやがて吹き出してくるだろうしと思っているんですけど、八幡さんではいえ昔から千年の木だと言って、弱い千年と言ってるんです。それじゃあ弱い千年と歌わなきゃいかんなと思って聞いてたんですけども、しかし本当になんかああいう長い命を保っている木っていうのは不思議な感動を起こさせますよね。少なくとも頼朝実朝いうふうな人が生きていた時代を知っているこの木が今でもあそこで生き生きとあるんだということ、これはやっぱり感動だと思いますけれど、まあちょっとその頼朝実朝の話をしますと、光源氏はだいぶ時代は隔たりますけれども、征夷大将軍右大臣実朝なんていうのは武将ですけれども、頼朝実朝なんかは非常に文化的な武将ですね。頼朝の方はあまり知られていませんけれども、
天台座主大僧正慈円という、貴族社会から出た関白金実の弟で慈円というお坊さんがあります。大変な学者であり評論家であった偉いお坊さんですが、和歌もなかなか達者に読んだ人でありまして、その人の歌集の中に都へ出てきた、鎌倉から都へ出てきた頼朝と歌を交わし合った、その数が二人合わせると60首ほどになる歌の問答をやってるわけなんです。その慈円と頼朝との歌の歌問答というかな、割に短期間に歌を頻繁にやり取りしてるんです。それを見ますとね、頼朝ってのはやっぱり文武に秀でた武将であったということが分かります。慈円も歌を交わし合ってみてね、2、3首交わし合ってびっくりするわけです。これはすごい男だと思うわけですね。それから真剣になって頼朝と歌を交わし合うわけです。その頼朝の息子と、あんなふうに非常に若くって非業の死を遂げてしまいますけれども、実朝っていうのが長く生きていたらもっといい歌をさらに読んだだろうと思うんですが、しかし残ってる歌だけでもなかなかいいことに、あの頃歌の表現が新古今時代というのは、まあ、春勢とか西行とかっていうのが新古今時代の歌人たちの中では先輩なんですね、長老なんですが、それから後鳥羽院という、これは歴代の天皇の中で一番歌のすごい人です。一番の歌人です。僕は人丸の次にすごい歌人って後鳥羽院じゃないかしらと思ったりしますけれども、新古今和歌集という素晴らしい歌集は後鳥羽院が一番こう中心にいられたからできたと言ってもいいんです。定家、定家と言いますけれども、まあ、定家もそれはなかなかのものですけれども、どうも僕は歌人としての定家は世間の評価ほどではないと思ってるんです。歌人としての力、歌人としての感動的な才能というのは父親の春勢の方がずっと優れている。定家はいろんなことをやりますから、非常に勤勉な人で、あの頃の貴重な書物を非常に丹念に写本して、そして残していく。後の国文学会ではやはり定家の残したそういう業績っていうものは非常に大きいから定家定家と言うんですけれども、生来の歌人としての詩人的な才能はこれは春勢の方が上です。それからそれは歌のもちろん内容に現れていますけれども、同時に調べに現れるんです。歌の調べのごちゃごちゃした歌人っていうのは一流の歌人というのにはちょっとためらわれる。例えばね、春勢の非常にこれは有名な大恋愛だったわけですけれども、無理やりその自分のこれと思った女性を非常に困難を
を犯して口説き落として、やっとその妻にすることができたわけですが、その女性との間に定家が生まれるわけです。その女性に送った歌、まだその恋が成就しない段階で相手を口説く歌ですね。浮き見おば我らに糸を、糸へただそうだに同じ心と思わん。こんな口説き上手に口説かれたらたまたまじゃないですね。浮き見おば、こんなあなたにすら受け入れられない、こんな情けない私、それを自分でいやらしいやつだと思ってます、解消のないやつだと思ってます。浮き見おば我らに糸を、そしてあなたもそんな私をうんと嫌がって軽蔑してください。せめてその思いだけがあなたと同じだということを、そのことを心のよすがとして生きておりましょう。こんなふうに普通の言葉で訳しますとね、なんか品が下がってくるわけですけれども、歌の調べで浮き見おば我らに糸を、糸へただそうだに同じ心と思わん、いうふうに言うと、歌の力ってもの、歌の調べってものがふわっとこうその内容をこう消化させるわけですね。まあ、この歌は相手を口説けたのかどうかは分かりませんけれども、でその女性が春贅よりも、春贅は91歳まで生きた人ですから、あの頃としては本当にまれな長寿をたどった、しかも90超えてもなお歌、叙情味のある調べのいい歌を 作れた人です。うずらなくなり深草の里なんていうのは春贅の代表的な歌とせられてますけど、少しこう小説的な気分の細やかに豊かな歌を作った人です。でその奥さんが早く亡くなった、そこへその墓へ亡くなって1年経った後でしたっけね、1年経った命日に墓へ参った時の歌ですが、まれに来る弱も悲しき松風を、絶えずが苔の下に聞くらん。まれに来る弱も悲しき松風を、絶えずが苔の下に聞くらん。こうして俺がたまにやってきて、そして聞くだけでもとても悲しくて心苦しく悲しく思われるこの松風を、お前は年がら年中耐えることなしにこの墓の下で松風を聞いていなければならないんだ。こういうのも非常に心が自然に届いていて、そして調べの細やかな歌ですね。見渡せば花も紅葉もなかりけり、裏の苫屋の秋の夕暮れ、まあいろいろ技巧を凝らしているんだけれども、定家よりははるかに本質的な叙情詩人、それが春贅なんですね。でそういう春贅の影響、あるいはもちろん定家なんかの歌もよく見てられた方です、後鳥羽院っていうのは。
両方の家人としての技量をちゃんと自分の一つに、得得してられるのが後鳥羽院です。それからもう一人、その時代の巨大な先輩として西行があるわけでしょう。西行の歌ってのはたまに分かりにくい歌もありますけれども、非常によく分かる歌、今我々が読んでもスーッと入ってくる歌。ことに吉野を読んだ歌ってのは実にこう感銘で、簡潔でありながら内容の豊かな歌ですね。吉野山小園しおりの道変えて、まだ見ぬ方の花を訪ねん。あんまり感銘でなんか教訓的な感じさえしますけれども、実はそんな教訓的にだけ取っていいような単純な歌じゃないんですね。西行のこういう吉野山と第一句に吉野山を置いた歌っていうのは、吉野山というふうなそんな感じでは全くないの。吉野山よという呼びかけなんです。吉野山よ、去年花を訪ねたその道を今年は違った道をたどって、まだ見たこともない方角のあの辺りの花を今年は訪ねてみたいという。吉野山小園しおりの道変えて、まだ見ぬ方の花を訪ねん。吉野山やがて出で地と思う身を、花散りなばと人山つらん。吉野山よ、ここにもずっととどまっていて、よそへ出ることはしまいと、そう思い定めているこの俺を、花が散ったら西行様もまた俺たちのところへ出てきてくださるだろうと、人は待っているだろう、でもね、というふうな。吉野山梢の花を見てしより、心は身にも沿わずなりにき。これなんかも絶妙の歌ですね。吉野山よ、その梢の花を見て以来というもの、見てからというものを、俺の心はもう宙にさすらっているようで、身にも沿わなくなってしまった。我が身にも沿わなくなってしまった。こういう時の吉野山という第一句の呼びかけの深さというものね。しかも意味はすらっとわかる。読んでいくにつれてその言葉のに託した作者の心が我々読むのに伝わってくる。これがやはり日本の和歌の一番大事なありようですね。なんかちょっとひねったり工夫したりして、考え落ちさせるような歌っていうのは、まあ作った人たち仲間同士でお互いに分かり合って褒め合ったりするわけですけれども、そんなのは本当はヨーロッパの知的文学とやら中に入るのかもしれないけれども、日本の伝統的な、あるいは東洋の伝統的な詩歌の心から見るとちょっと細ったもの、細った技巧なんだと僕は思ってますけれども、やっぱり万葉集やなんかの歌から考えても、誠実真書、まっすぐに自分の心を述べるという、これが一番オーソドックスな
日本の伝統的な和歌の表現のあり方なんですね。そして雑歌、よしある歌、背景のある歌、物語的な劇的な背景を持った時のその思いを、あの和歌という五七五七七という極めて小さな定型の中に凝縮させる、こまごまとした部分は物語によって語られる。しかしその中の一番叙情的なエッセンスの部分は和歌という形に託する。そこのところを取り違えてはいけないですね。ですから物語的なあるいは歴史的な背景のあるものが万葉集でいう象の歌あるいは雑歌でしょ。それから恋の荘厳あるいは死者の魂を鎮める晩歌、そんなふうにあの古い和歌の分類はなっていくわけですね。みんなやはりこの世の中で人間が生きていく上の非常に大きな折り目節目の事柄と結びついているわけです。で、頼朝の歌はあのことに慈円とのやり取りをした歌なんかはそのお互いにこう大事な事柄をこう背景に持って言うべきことを言おうとしている歌ですから、少しあの内容が複雑になります。だからあの60首ほどのやり取りの歌、そう簡単にすぐ読んで意味がわかるというのではないんですけれども、頼朝の息子の実朝の歌っていうのは西行の歌とに次いで分かりいい歌ですね。西行の歌は深い心を持っていながらスーッとこう分かってくる歌です。実朝の歌はもっと長く生きていたらもっと内容が深くあるいは複雑になったでしょう。ですけれども若く亡くなりましたから割合にストレートに物を言ってる。物言わぬ世物けだものすらだにや、哀れなるかなや親の子を思う。ごめんなさい、歌の話してて声が枯れ声で歌の話してるなんてのはもうおよそこう、うん、歌を読む者の風上にも置けないことなんですけど、どうもしょうがないですね。年が僕も朝起きてこう喉を爽やかにした後風呂場で1時間余りぬるい湯で入ってて、そこでこう漏洩する思いつく歌を片っ端からこう、うん、その歌にふさわしいあれで漏洩していくんですけど、いつか誰かに録音機持ってきてもらってあれ録音しといたらいいなと思うんですけど、その時は、うん、我ながら今日はよくできたと思うような漏洩ができるわけなんですけど、この東京の街の中で隣近所が近いと、あそこのご主人毎朝ちょっと変なんじゃないとか言われそうですけど、伊豆ですから隣近所にはだいぶ隔たってますから、この頃ウグイスがよく愛の手入れてくれるんです。あるいはあの海渡ってきたホトトギスやあ
コマドリ、海渡ってきてしばらく羽を休めるんですね、海岸の林で。そしてそこでホトトギスやコマドリがしきりに鳴いてくれる。ウグイスはそこにこうかなり長い間とどまっていますが、とっても下手くそなケキョケキョケキョとかいうふうなところから立派にこう鳴くまで、だいたいこう鳴き声の変化を何ヶ月かにわたって聞かせてくれますけど、まあ、それとこう競い合うみたいにして僕は歌を、好きな歌を朗読してるわけ、漏洩してるわけですけど、はじめその我々に分かりやすい実朝の歌、ね、スーッと入ってくるわけですね、思いが。東の国に我がおれば、朝日さす箱屋の山の影となりに行き。斎藤茂吉はちょっと変わった解釈をしてますけれども、非常に光栄に感じている歌なんだ。つまり後鳥羽院の恩恵を被っているという心を歌ってるんだと言いますけれども、私はもっと単純にやはり自分がこの東国で源の、ね、幕府、そして征夷大将軍、これももちろん帝からもらったわけですけれども、そういう形で吾妻の国にいるからして、で上皇のいらっしゃる朝日さす、これももちろん箱屋の山の褒め言葉ですが、朝日さす何々といって屋敷褒め、宮殿褒めの類型的な言葉ですけど、朝日さす箱屋の山の影となりに来、おかげこむっているというよりは、やはり影を落として上皇のご意向を邪魔しているのではなかろうかという、そういう若者らしい、武将らしい、単純な恐縮のことはだろうと思いますけれども、もう一つ、箱根路を我が子へ来れば伊豆の海や沖の小島に波の夜見ゆ、これは前にもちょっと言ったかもしれませんけれども、近代ではこの歌を非常に小さく矮小化して解釈してしまっているんです。やはり荒木のリアリズムが災いしていると思うんですけれども、もっとも言葉書きにね、二所詣で終わって、そして十国峠のあたりですね、今のところへファーッと出てきたら眼前に海の景色が展開した、ファーッとこうはるばるとした海の景色が展開した、で友の者に、この海は何という伊豆の海と申しますと言った。それで箱根路を我が子へ来れば伊豆の海や沖の小島に波の夜見ゆ、呼んだという。そしてその沖の小島は近代のリアリズムの荒木流の人たちの解釈では初島だという、なんというちっぽけなリアリズムで凝り固まった解釈かと思うんですね。源氏の文学伝統の上では方言物語、方言物語、軍記物の方言物語を読めばよくわかります。源家第一の豪傑、豪休をいた源の為朝はあんまりものすごい力を持っていたもんだから、鎧を着た人間2人も3人も一本の矢で
射抜いてしまうような力を持ってたもんだから、こんな恐ろしいやつをこのまま生かしておいたらどんな災いが起こるかもしれないと言って、手の肘を全部切り離して、そして伊豆の大島に流すわけですね。手の肘切られてしまったから力は少し弱まったんだけれども、腕が2寸ぐらいこう長く伸びるようになったって。それで雲勢は落ちなかったって。で伊豆の大島を平定して、そしてあそこの殿様みたいにして威張ってた。あそこの守護が訴えて出たもんだから、軍勢がまた大島に攻め寄せていったところが、巨大なこう矢で船旗を射抜いて、で船を沈めてしまったわけですね。なんかバズーカ砲みたいな。そして友の者を連れて、ある時ね、その見ていたら庭の白い鳥が沖に向かって飛んでいく。あれを見ればはるかに沖の方に見えないけれども島があるに違いない。そこへこう軍勢を連れて戦船を率いて遠征するわけですね。で今の八丈島、あの島々を平定するわけですけど、そのところの記述の中に沖ノ小島という島が出てくるんです。これ八丈小島の名前らしいんですけれど、鬼の島とか、それから女性ばっかりがいる島とか、なの魅力的なんですね。女性ばっかりの、だけどそれはなんかすごいやっぱりアマゾンみたいな女性がいるらしいんだけど、でそんなところをこう遠征するわけです。まあ虚実半ばするような記述で「戦記物語」で生き生きと書いてありますけど、その沖ノ小島というのが源氏の武将たちの、あるいは歌の上に心の中にずっとこう伝統的にあったらしい。遥かな海の遠い遠い沖の方の小島というのは、なんかロマンティックな思いを誘ったわけでしょう。ことに実朝という人はね、あんなに鎌倉の材木座の海岸に宋へ渡るんだと言って、自分は元宋の大きなお寺に若い頃自分の前世仕えていた、ちゃんとそれを知ってる、そして実はあなたと昔会ってるとかいうふうなお坊さんがやってきたわけですから、そうからその言葉を信じて、で自分も宋へ渡ろうとするわけですね。あのこの南宋です。おそらく北条氏の者たちが殿ご乱心ってなことで船の底にでも穴開けるかなんかしたんでしょう。完成はしたんだけれども、押せども引けどもその船は波に浮かばなかったという、無残にも材木座で朽ち果てていったという、若き実朝の夢が無残な形で、おそらく北条氏の者たちの画策によって葬られてしまったんでしょうけれども、そういうあの実朝の歌っていうのは若くて素直なんですけれども、時に読んでいて本当にかわいそうだと思うような歌があるわけですね。それから意外に若くて命終わるんですけれども、老人の心というふうな、ねものも細やかに察する心を持ってて、それを歌に読んだりしてます。金塊集という歌集は読んでて、なんか若い実朝の心が痛々しい感じで伝わってくる歌集です。だから新古今集っていうのは、まあ、ある意味ではこの上もなく華麗な、そして言葉の表現ではこの上もなく斬新な
技法を駆使している歌集なんですけれども、その時代の歌人たちの中にまたそういう言語表現の華麗さとはちょっと違った形で自分たちの生きていく上の思いをさーっと、今我々が読んでも万葉集の歌の良い歌のように、良い歌と同じように歳月を隔てて心に流れ込んでくるような、天の川を見ていると天の川がふーっと自分の心の中にこうなだれ込んでくるような思いがする時がありますけれども、そういう思いに似た感動を伝えてくれる歌というのが西行の歌や実朝の歌の中にあるんですね。あるいはもっとまたこう旧雄大な源家の若殿様らしいこう歌もありますけれどもね。だから八幡様っていうのは確かに武神ですけれども、同時に文学の神としてもことに、鎌倉八幡源氏の伝統っていうのは平家の、まあ、文化伝統とまたおのずから違ったものを持ってる。平家にも文化伝統はありますけれども、平家の文化伝統っていうのは大和宮廷の文化伝統、あるいは大和宮廷信仰ってもの、ことに熊野信仰ですね、それを受け継いでいるわけですけど、頼朝は俺は平家の二の舞は踏まないと言って関東で独自の信仰と独自の武家政治と開いたわけですね。そしてその裏打ちになっている文学的なやはり心の細やかさ深さというものが彼らの和歌の上に現れているわけです。吾妻鏡っていうものもなかなか面白いものですけれども、吾妻鏡の一番こう奥の大事な心の部分はやはり和歌の中に現れている部分ですね。なんか八幡様の胃腸から少し話がそれましたけれども、昨日もたまたま堀井先生のその最後の講義のところ、今日話すこの途中のところでも堀井先生の源氏全公開は終わってるわけですけど、昭和27年の夏で終わってるんです。その後につまり堀口信夫のノート編の続編の中の、にそれは収められているんですけど、その月報を見ていたら小説家だった豊田三郎さんの奥さんがずっとやはり源氏全公開聞いていられたんです。これは初めから織口先生の弟子というのではなくって、織口先生の一番国学院での古い弟子の西角井正義博士の女学校での教え子なんです。で西角井先生のもう一つ先生の織口先生講義を聞きに国学院にも寮にも、その頃はそんなに教室にそっと潜り込んで授業料出さないで聞いていてもやかましくなかったですからね、目くじら立てる人いませんでしたから、実践なんかからも折口不安の女子学生なんか何人か潜り込んでたんです。中には意地悪する学生がいて、今でもそういう人に会うと、岡野さんは優しかったわよ、でも近瀬さんは意地悪かった、なんかドアなんかパターンと閉めちゃって入っていけないようにしちゃう、
言って、やっぱりレディに優しくしといてよかったと思いましたけども。でそんな頃から、まあ、そう若い頃からそういう人が多かったわけですけど、豊田三郎さんの奥さんだとか、あるいは堀達夫さんの奥さん、その他にも作家の奥さんで源氏の講義を聞きに来てられた方何人かいましたけれど、その豊田三郎さんの奥さんが書かれた月報のあれ読んでたら、堀口先生の源氏の読み方は高い声で朗朗と読んでいかれるのが魅力的だったって書いてありました。ああそういえばそうだったな、僕なんか先生の真似したってダメだと思って初めからなるべく先生の真似しないことにしてんですけれども、なんかお茶飲むと手つきまで先生の真似するって言われるお弟子さんがいて、僕はそんな真似はしないでおこうと思ってるんですけど、でもこの頃だんだん頭が薄くなって寒くなるもんですから帽子かぶるんですけども、どうも中露帽っていうのは似合わないような感じがして、ハンチングかぶる。そうすると堀口先生の真似してるって言うんですけど、先生のハンチングと僕のハンチングとは全然違うんですよ。値打ちが違うんですよ、大きさが違うんです。先生の頭大きいんです、僕の頭はあんなに大きくない。ですからあんまり先生の真似しまいと思ってるんですけども、読み方なんかも真似したってダメだと思ってるんです。でもそういえば先生はそういう、歌をこう朗読する時でも割合に高い声で朗読しました。赤花のたり静かなる朝なれば、よらずやいかんのろくもいの家とかいうふうに、あれ普段はそんなに高い声出さないんですけどね、詩を朗読するときなんかも割合に高い声だった。それからそう言われればなるほど、源氏全国会の源氏の読み方も少し高かったですね。朗々とでも最後まで読まれましたって書いてありました。ああそうだったなと思いました。下田歌子先生の講義はなんか意外に小さな声でボソボソっと、あんまり魅力がありませんでしたって書いてありました。僕もボソボソっと読んだりする時があるなと思って反省させられました。今日はちょっと朗々と読もうかと思ってきたんですけども、やっぱりこんなに声が枯れ声でない時もあるんですけれども、どうしても午後になるとダメです。